難病の ALS 患者がわずかに動く体の一部を使ってコミュニケーションする意思伝達装置、電脳診。しかしアンケート調査によると、呼吸器を装着した ALS 患者さんの中にはおよそ1割から2割の割合で完全閉じ込め症候群と呼ばれ、眼球運動も含めて全ての髄運動系が麻痺し、自分から髄的に意思を伝える方法を失う場合もあり、そうした患者さんには電脳診は使えません。開発を担当した日立製作所の小沢邦明のもとには、介護する家族から新たな装置を希望する声が届いていたのです。自分の介護がいいのかどうか、せめてイエスノーだけでも聞きたいと、そういう機会を返してくれ。そこで立ち上がったのが日立製作所を中心としたプロジェクトチーム。立ちはだかる技術の壁、そして患者家族の思い。今技術者たちの新たなる戦いが始まった。東京府中市に住む大石さんご夫妻。お休みしてください。ご主人の文秀さんは9年前 ALS を発症。見えた？自分の手。現在完全閉じ込め症候群にあり、妻の恵子さんが介護しています。はい、正常です。完全閉じ込め症候群になると体が全く動かなくなるため、意思の疎通は困難と言われてきました。しかし目が動かなくても語りかけてきてますし、ね、自分はこういうことで困ってるよとかね、どうするどうしたらいいのとか ね。大石さんはもう一度ご主人とコミュニケーションできる術はないかと考えていました。患者とその家族で作る日本 ALS 協会でも新しい装置の必要性を強く訴えていました。行き着く先にはもう何にもできないと、コミュニケーションできないという真っ暗闇が待ってるんだと、そういう時にS脳は確認できるんですよということがあればですね、行きたいということになります。救いになるということです。早速小沢たちプロジェクトチームは完全閉じ込め症候群の患者用の新たな装置の開発に着手。まずは患者さんの意思をイエスとノーで判別することを目指した。実はその当時、小沢には密かに目をつけていた先端技術があった。それは日立グループの研究チームが開発した光トポグラフィーという脳の血流を測る測定技術。人間の脳は考え事をすると酸素が必要となり血流が増える。光トポグラフィーは頭部に光を当て血流の変化を測定する。この技術を使えば完全閉じ込め症候群の患者の意思を読み取ることができるのではないか。97年、小沢は研究チームのリーダー小泉秀明に面会する。しかし大変情熱的な方でいらっしゃいますから、私はそのところは本当に魅力的だと思ってるんですが、ただ当時はまだそこまで私どもの技術が達してなかったので。しかしその後、光トポグラフィーの技術は飛躍的に進歩し、脳血流を高い精度で測定できるようになっていった。2000年、小泉は小沢にゴーサインを出し、新たに光トポグラフィー開発メンバーの一人で生体光計測のエキスパート伊藤義俊を呼び寄せた。しかし伊藤はこの技術が本当に応用できるかについては確信が持てないでいた。もう全く体が動かなくなった、まぶたも動かない、そういう完全に閉じ込め症候群に陥った患者さんの脳の信号が測れるかどうか確かではなかった。そこで小泉と伊藤は光トポグラフィーを使って
完全閉じ込め症候群の患者の意識があるかどうかを確かめる測定実験を行った。すると患者さんの意識を示す脳血流の流れを見事に捉えることに成功する、世界初の快挙だった。正直言ってここまで見えるとは最初は予想しておりませんでした。例えば記憶の機能とか言語を理解する機能、それから指を動かす機能、こういうようなところをそれぞれ別個に計測したんですけど、全てきれいな形でですねデータが出てきて、伊藤も大きな手応えを感じた。10回ぐらいやったんですけれども、10回とも確かに明瞭な信号が取れた、これならば使えると。この結果を受けプロジェクトチームでは直ちに試作機の製作に取り掛かった。製造を担当したのは光エレクトロニクスの先端技術を持つエクセルオブメカトロニクス社。装置は患者の額にセンサーをつけ、光トポグラフィーの原理を応用し血流の変化を測ることでパソコンに意思を伝達するというもの。質問に対してイエスの時は例えば暗算をして脳を活性化させ、質問に対してノーの時は例えば田園風景を思い浮かべるなどしてリラックスしてもらう仕組みだ。2000年末、試作機が完成する。小沢は全国の患者さんを訪ね歩き試作機のテストを行った。その結果完全閉じ込め症候群の患者さんに対する有効性は確認できたものの、一方で新たな問題に突き当たる。正答率がですね、当時 60% ぐらいしか出なかったんですね。基準はなかったんですが、私どもとしては 80% ぐらいは、やっぱり欲しいなという気持ちでした。このままでは実用化は難しい、そう考えた小沢は情報解析の専門家に正答率を上げる方策を依頼した。正直言って全然見当つかなかったんですよ。でとにかく今のその当時のね、装置のデータとかですね、データを見るとか、あるいはその判定アルゴリズムですか、ね、それを見るとかから始めましてね、でちょっと抜本的に別の見方は 何でもいいから何かしなきゃいかんなという印象を受けましたですね。一方ハードの面でも問題が生じた。それは額に当てるセンサーの形状だ。本当は人間の額に対して柔らかくこうカーブを取ってやりたいんですけど、それがうまくいかなくて、最初は四角いケースに入れてたんですね。それがまずいんでフレキに変えたりとか、基板も二度三度くっつくり直してるんですけど。試作が何度も繰り返された。しかし一向に正答率は上がらない。測定実験から2年、プロジェクトの行方に暗雲が漂い始めた。結果の出ない日々、小沢も次第に追い詰められていく。私自身もこうフラストレーションっていうんですかね、なんでうまくいかないんだろうっていうのは思いましたね。2003年、プロジェクトは存続の危機に立たされていた。だがこの男だけは諦めていなかった。小沢の脳裏にあったのは、実験に協力してくれた患者さんとその家族の切なる願い。もう一度コミュニケーションができたら。そのやっぱり患者さんがですね、こうお困りなところも知ってしまってるわけですから、ここで後に引くわけにはいかない。小沢の執念がメンバーたちの心を動かした。ああいうその情熱がなきゃいけないと思うんですね、どんな仕事だろうと。
誰であろうと。うまくいったよとデータを出すとね、すごく喜ぶんですよ。だから、ああいう姿を見ますとね、これは何とかしてあげなきゃいけないって言いますかね、これ何としても背取りてあげなきゃいかんって気になります、ね、そして、再びプロジェクトは動き出した。センサーの形状は真ん中に割れ目を入れ可動式になり、額に密着するように変更された。また最大の課題であった正答率の問題も大きな前進があった。ゼミの学生たちの協力で血流の流れを示す波の形にイエスとノーとで違いがあることが分かったのだ。イエスの場合、波の形は振動しないで大きく変化する。これに対してノーの場合は何度も小刻みに振動する。この違いを利用し、波の形をイエスとノーの2つのグループに分け、その境界にラインを引く。患者の血流を判定した時に、このラインより上であればイエス、下であればノーということになる。この判別方法によって正答率をおよそ 80% まで高めることができた。2005年9月、小沢たちプロジェクトチームはついに医師伝達装置の製品化に成功。6年かけて開発されたその装置は心語りと命名された。心語りはまず患者さんに語りかけ、患者さんは返事をする代わりに暗算などを行う。すると装置が自動的にイエス・ノーを判定するという仕組みだ。はい。発売後の反響は大きく、遠く海外からも問い合わせが舞い込んでいる。そして一番喜んでいるのは ALS の患者さんとその家族たち。なんと言っていいか、まあ企業の社会的責任とか貢献とか、言葉で言ってます。そんな簡単にできるもんじゃないですね。やっぱりすごいすごいことだと思いますよね。現在プロジェクトチームではさらなる精度の向上や使いやすさを目指した開発を行っている。心語りはですね、36秒かけてイエス・ノーの判定を行っているんですけども、これが例えばその5秒から10秒に短縮できるとなると、例えば電脳紙みたいな文字盤から文字を拾って文章を作成することができますので、したがってその完全録音状態の患者さんでも能動的なコミュニケーションが可能になってきますので、そこがまず大きな目標ですね。小沢が大石さんのお宅を訪れた。大石さんは心語りを発売と同時に使い始めました。準備。心語りによって大石さんは数年ぶりにご主人とのコミュニケーションを取り戻すことができたのです。アサリとごぼう、都合のいい話聞いてますからね、私にとってね。で、自分の期待に沿わない答えが来ると何回も聞いたりしてALS 患者とその家族の心をつなぐ医師伝達装置心語り。しかしこの装置は万能ではありません。体調や病気の進行具合によって使えない人もいます。それでもこの装置の価値は計り知れないと語る大石さん。やっぱりね、コミュニケーションはね、やっぱり生きる原動力ですよ。生きるには必要ですよね。絶対必要ですよね。電脳紙、そして心語り、これら装置の開発を支えたのが多くの患者さんとその家族、そしてさまざまな分野の専門家の知恵と技術だった。困った時に次々にこう助けてくださる協力者が現れてきたっていうのが今振り返ってみての実感ですね。
先輩の死をきっかけに多くの人々に支えられながら続けてきたコミュニケーション装置の開発。小沢の夢はさらに広がる。究極の目標はやっぱり患者さんが自分の言葉でご家族とコミュニケーションするっていうことなんで、できれば死ぬまでこの仕事に関わりたいと思ってます。自分たちの持てる技術を少しでも社会に役立てたい。患者と家族の心をつなぐ装置の開発にかける小沢の情熱は決して尽きることはない。